です。あ、内藤さん、今日はね、ちょっとお笑いをやったんですけどね。アウトリーチューバーって初めてじゃないですか。初めてですね、これは。このお笑いやったの。はい、初めてですね。結構、今日狙ってやったので。はい、体張りました。体張りました。内藤さん、やばかったっす。いや、やばかったっす。じゃあ、ちょっと、これから、酒でも片手に。渋谷の街歩きますか。渋谷の街歩きますか。はい、行きましょう。コメントくれたら返しますよ、皆さん。はい。いや、人は多いですね。あ、どこですか。渋谷ありますよね。渋谷です。うわ、なんかいろんな人がいますね。そうですね。コロナが終わって人気増えましたね。絶好調です。内藤さん絶好調です。いいですよね。内藤さん、じゃあセンター街行きましょう。センター街行きますか。はい。はい。では人が増えましたね。増えましたね。今日のお笑いのあれを見てもらうんですね。ね、ちょっと。そうですね。アウトリーユーチューバーっていうのはまた違った方向性も考えてるんだって。そんな、すぐ倉坂さん。はい。そうなんです、僕は。そうなんですよね。そういう感じやったんですよね。はい。はい、今日はね、二人とも飲んでますんで、イケイケですよ。イエス。イエス。勝手にいないじゃないですか。このうちは二人が歩いてれば。いや、もう。いやー。内藤さんで格闘技やってた時は食べてたんですね。タンパク質だけを、格闘技をやめて、自分が好きなものを食べるんです。あ、それが僕の中で幸せ で、でその時はダメだったので、強く言われたのに、タンパク質って。格闘技をやめて初めて、何も考えない食事を取れるようになって。なるほど。今ね、僕と内藤さんの視線はね、同じギャルに行きましたね。外国人の。これ、コークさん怒れますよ。赤いやつか。はいはいはい。赤いやつですね。人生ギャグやで。人生ギャグやで。いや、今日喋っもう寝たの。まあ、それは見えますけど。はい、今センター街歩いております。センター街いますよ。センター街いますよ。幽霊も友達や。いや、本当本当。内藤さんは幽霊も友達ですからね。実際に、本当にもう、下見てるんですよ。なるほど。候補者も見えるんですよ。あ、霊感あるんですか。はい、あるんですよ。すごいですね。小さい時は、小学校上がる前、会話で滑ってました。マジっすか。いやこれマジなんですよ。すごいな、幽霊と喋ってるんだ。これ結構レベル高いっすね。レベル高いっすね。だから見たことない人とかいるけど、実際見てるし、会ってるし、喋ってるし、
聞きたい時になんで今日のおのそばにいいんだろうって思ったんですね。いやどうですか内藤さん、渋谷はもう渋谷センター街になりますね。そうですね、はい、今センター街歩いてますよ。センター街歩いてますよ。誰か声かけて。でも俺歩いてる誰も声かけ来ない。いや、かけてこないですね、はい、怖いですもんだってあ、多分僕と高橋さんの人は怖いですよね。あの普通に一般人は一般人はね、ちょっと、はい、青井さん怖いですね。怖いですね。いやまあ、おしゃれに用意してる。ん、まあまあおしゃれですよね。あ、ここ知ってます？あ、わかんないですけど、昔からあるんですよ。あ、そうなんですか。あで黒人の人がよく。ああ、はい、僕結構ね、その陽気とかは、はい、怖いの人が、はい、怖い、はい、全部用意してるんですよ。それ僕着るだけなんですよ。それ 今着てるのもそうなんですかね。全部そうです。さあ皆さん、ちょっとここで内藤さんのギャグを一発できます。皆さん、内藤さん今気づきました。内藤豊さん今チャック全開です。内藤さん赤いやつやね。赤いわ。内藤さんチャック全開じゃないですか。ですよね、はい、全開ですよね。笑ってますよ、ほら。あ、皆さん。はい、高橋さん。どうぞ、どうぞでーす。おっと見て、みんなさーん。はい、はい、いや、内藤さんの洋服は後輩が用意してくれるんですか。そうですね。いいっすね。僕が買うことが、はい、ほぼないです。あ、そうなんですか。買ったことがたまにあるけど、はい、ほぼないですね。全部用意してくれて、この靴とかもそうですね。はい、あ、そうなんですよ。好きなブランドとかあるんですか。あんま考えないですよ。あ、考えないです。かっこいいとか見て見たくらいで、これ来たら何とかかっこいいよって感じで、 ありがとうって感じで、サンキューサンキューって感じで。なるほど、はい、本当にそうですね。いやちょ、内藤さんこっち行ってみましょう。あ、はい、あ、でも今日僕と会う前はドラゴンの佐々木さんとなんか、そうです、佐々木さんと滑らない話を。あ、そういう感じですか。はい、あれをそれを何の撮影するのかって、はい、コウコさんに聞いたら、はい、撮影する前だから言えないって言われた。飲まないぞ。そしたら僕迷子になったら、迷子になってブラブラしてるじゃないですか。はい、それたまたま佐々木さんとコウコさんが言って、あ、佐々木さんとか言ったら、あ、大東市って何やってるんですかって、いや僕迷子なんですよって今って感じ言って、で場所を聞いたんですね。そうですね、それ場所を聞いてって感じで、あ、やっとそこまで行けたって感じで。なるほど。内藤さん、地の調子はどうですか。ダメですね。ダメ。薬肛門科行かないんですか。行ってます。あ、行ってるんですね。飲まなきゃ大丈夫ですかね。ああ、はい、でもまあ今日持ってきてないですよ。今日コンプさんに持ってきたのに。ああ、なるほど、きついです。家帰るまでは。もっと見ろよお前ら。100人とか200人超えろよ。俺内藤だぞこら。はい。もっと見てほしいですよね。まさか僕と高橋君が仙台からやるって言うとは思ってないと思うんで。お前ら見ろよマジで。人数が少ねえぞ。はい、マジで。はい、まあそうですね。いやー、センターがいます今。
いやーすごいです渋谷センター街ね。内藤さんそろそろあれですか、ガソリンが必要ですか。ガソリン入れますか。ガソリン入れますか。はい、はい、コンビニはコンビニはこっちですね。センター街の中のコンビニは混んでそうですね。そうなんですよ、うん、高橋さん、です。あ、僕も付き合いますよ、もちろん。あ、はい、はい、さあ、今、内藤さんとコンビニでガソリンを買います。失礼。どうしようどうしようかな。じゃあ僕これでアップルサイダーサワー。あー、はい、はい、まあまあ強いっす。 7% 僕あれですね、内藤さんなんですか。痛風だから健康にいいやつ。痛風、あ、そうか、健康にいいやつ。痛風だから プリン体ゼロないですかね。プリン体ゼロ、あ、あと9%、糖質ゼロ 9%、はい、ストロングゼロいっちゃいましたよ。内藤さんがストロングゼロいっちゃいましたよ。あ、すいません。痛風だからしょうがないですよね。あの飲めるものがもう限られてるから。俺になって。やっぱ痛風痛いですか。いやもうなったらもう歩けないって、杖ついて行ってみますか。マジですか。結構ギャグが効かないやつ。いや本当に。ギャグが効かないやつ。杖ついてこれ言いますか。やばい。あ、動けない。階段ももう登り降りできないですから。あれはやばいですね。赤いやつですね。赤いやつですか。赤いやつですね。さっきもね、内藤さんにねご馳走になってたんですけどね、まだご馳走になってもさ、内藤さんの抜け毛がポケットから。すいません。はい、すいません。すいません。何が言いました？もうちょっとずつ増えてきます。それ50人。はい、100人いきましょう。あ、乾杯。じゃあ乾杯でーす。よーし。じゃーし。なめんね、ワイス研修官。いや本当ですからね、これは。これは間違いないです。はい。はい。今、ガソリン注入中です。ガソリン入れると、いきなり人数来るんですよ。あ、なるほど。で、そこで、信頼と豊かチャンネルも。まあ、あの酒を飲むそのユーチューバーのあれもやるんだよ。アルチューバーですよね。アルチューバー。アルチューバー。内藤さんなんか新しいチャンネル作ったっつうかな。また何作ったんだろうと思ったら。アルチューバー。アルチューバー。酒を飲むが配信ばっかり。酒を飲んで配信。すごいですね。はい、ね。皆さんもっと俺を見てよ。私を見て。マジで。Yes.いや、ショパンさんありがとうございます。内藤さん大丈夫かな、ちゃんと帰れるかな。大丈夫です、ちゃんと返します。はい、はい、なんとか電車取れば、はい、大丈夫だと思います。はい、ちょっとね、アルコールを冷ましながら
飲みたいと思います。じゃあちょっと、じゃあこれ面白いから泣いといたかナンパしよっかそれ見て引っかかんなかったらギャグやで。え、何それ、これ赤いやつや。コウコさん、コウコさんにぶち切られますよ。いいんですか。来んないと思うんですよね。ナンパするんですか。ナンパしてもその後どっかに行くわけじゃない。やばいっすね。大丈夫、高橋さん、大丈夫、いかないです。いや、大丈夫ですね。ありがとうございます。高橋さん、あ、どんどん人数増えますね。100人ぐらい行っちゃいましょう、100人ぐらい。行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。100人行っちゃいましょうよ、マジで。行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。100人行ったら、200人。はい。ね。うん、それでそういう話があって、はい、スタジオを借りて、うん、違う方向性で今やってるんですよね、うん、でそういうのもまた皆さんに見てほしいし、うん、まあ、まあ何週間後に多分あるじゃないですか、うん、まあ、2時間ぐらいには、はい、それも皆さんに見てほしいと思ったんですよ、うん、だからそういう感じでやって、はい、まあ、高橋さんに渋谷の、はい、スタジオを借りてもらったので、自分がまあできることは、まあ、ご飯食ったりとか一緒にこうやってこれやることですから。いやいや、ありがとうございます。どうとかいいなと思って、はい、まま、渋谷ったら歩いた方がいいなと思うじゃないですか、はい、いやなかなかですね。渋谷もいろんなところがありますからね。そうですね、はい。いやー、ギャルがいっぱいいるな。いますね。いますね。内藤、そうだ、内藤さん、今の、アメリカの大統領は誰です、誰でしたっけ。ああ、わかるわかるわ。はい。クリントンだろ。内藤さんの中では今のアメリカ大統領はクリントンだそうです、はい。本当のことは皆さん教えないであげてください、はい。あ、オバナオバの違う違う違う、オバ、オバナじゃないです、オバマです。オバナですか、はい。あ、ま、マジですか、はい、はい。やっぱ今日迷子になりましたもん、まず渋谷の街で。あ、マジっすか。あんま来ないでしょ、内藤さん。来ないです。車で誰かがそこまで送ってくれるから、はい、電車で来たのが本当、金入ってからめったにないので。うん、まあ、例えば僕らの先輩の結婚式で渋谷で来たんですよ。あ、まあ、まあまあ、その先輩の結婚式に来た時も、はい、俺には渋谷の街が合わねえ。もう迷子になる。どこやねんって。お前ら向かいの声来るなって感じで。もう最悪マジで。いや、本当だぞ、マジで。あっち側の方がやったんですけど、はい、どっかどっかも分かんないしって感じで。まあ、渋谷は分かんないと迷子になりますね。分かんないですね。はい、もうなんかもう、わけやがんねえ。芸能人ばっかり。いや、かんねえ、どこだ、ここだ、迷子ないやから。やっとして、ここだって、やらせばいって、その道をまっすぐ来てくださいとか言われて。いや、なんやねんって、わかんねえぞ、俺はって。まあ、そうですね。まあ、仲間ですね。いや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 、そんなことないですよ。はい。ああいうのが、そうなんですよ。もちろん僕の前に出たいですね。出たいですね。いつか、ね、いつかね、宣伝されたいですね。宣伝、今宣伝のトラックがあるしたので、いつか僕も高橋君出たいなって。ね、こっち渡りましょう。はい。
はい、そういえば、はい、僕の知ってる人からなんかコメントが来て、はい、高橋さんが、はい、携帯持ってやりながら YouTube 撮ってたっつって、はい、実はなくてですね、はい、かな、違うかな、今携帯、自分の携帯見るのわかるんですけど、はいはいはい、それ吉野さんっていう人がいるんですけど、はいはいはい、だからコメント来て、ああそうなんだって感じで、はい、どこどこの何丁目何丁目で、うん、こういうなんか撮影しながら歩いてましたなとか来たんです。マジですか。あ、た僕も見かけたってことですか。そうですね。はい、僕もねよく最近やっぱ声かけられるようになって。あ、本当ですか。はい、もう内藤さんやね、皆さんのおかげで。いやいやいや、もう、ね、いや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 、内藤に一日一回かつて声かけられそう。あ、でしょうね。はい、あ、写真撮ったりとかしてるから。ああ、おはようございますって感じで、おはようって、撮れますかって感じで言って、結構こういう飲みなので、ああ、なるほど。社長も、あ、いいですかって感じで、写真撮りましょうって感じで、はい、はい。そんな感じですね、マジで。いや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 、さすが人気者ですね。いや、そうです。うん。あら。おい。見て減ってるぞ。おい、もっと増えろ。何やねん、俺らを馬鹿してるか。横丁行ったことあります？ないですね。ちょっと見てくださいよ、これ。あ、はいはい、これ多分内藤さん好きで、好きな感じだと思いますよ。橋の道、いや、ちょっと見てください。ほら、すごくないですか。いつもね。あったかいのもあるし。あ、いいですね、あったかいですね。うん。あちぇ。あちぇ。内藤さんがこれを触って扱ってます。あか、熱いわ。何やねこれ。いじめや。お、増えてきました、75人。あ、あるか、はい、こういうとこなんですね。そうなんですよ、ちょっと歩いてみましょう。ちょっと歩いてみましょう。上野よくたまに行くんですよ。あ、上野にはこういうとこあるんですよ。うん、ありますね。渋谷にこういうとこあるのは初めて知る。あるんすよ。はいはいはい、渋谷にあるんですね、こういう浴槽みたいな。うん、うん、いいっすね。ギャルの隣に行けば飲めるんじゃないですか。あの、高橋さんはプロレスラーで。プロレスラーじゃないっす。プロレスラーじゃないっすよ、自分。一応やってますよ。あー、YouTube。何やってるの？何、お兄さん何やってるんですか？柔道？はい、今も？今もします。はい、これ今映ってる。あ、今ね、こっちが映ってる。あ、うん、今出てくれるって言ったので、うん、でこの耳で分かったので。ね、耳で。そうじゃないですか。うん、ね、高橋さん昔そのプライドって分かる？プライド、はい、分かります。格闘技のやつ。その中に、ノゲラっていうチャンピオンがいたの、はい、勝ってるからね。ノゲラじゃないです、シューバーっす。あ、シューバー、はい、これね、お隣の女のデート中ですか。いや、そういうわけじゃないです。あ、偶然知り合った。あ、そうっす。あ、こういうことがあるんですよ、内藤さん、マジックが。いや、ありますね。女性と隣同士で、はい、飲むとですね、隣の女性たちと仲良くなるという。あるんですね、内藤さん、これ、はい、僕らも、はい。やりますか。やりますか。こなんかあの後ろとか良さそうですけどね。あ、あ、そうですか。あ、そう、ほら、後ろギャルいるじゃないですか。でも怒られちゃう。後ろ見たら相手しかない感じ。そんなことないですよ、内藤さん。この子も多分。いやいやいや、大丈夫です。やりましょう。
携帯で今いなし内藤豊さん、あ、届けしてきますんで、届けしてきます、応援してます、頑張ってください。あ、絶対嘘、はい、絶対嘘ですね、本当です、絶対今するんで、おぉ、新内藤豊さん、すごい、僕なんだけど、それが出るから早く女の子と喋りたいんだよっていう感じで登録させば、登録をさせるっていう、これですよね、うん、はい、はい、頑張ってください、頑張ってください、あ、しました、あ、ありがとうございます、頑張ってください、ありがとうございます、あ、これお酒、あ、ごめんなさい、ソーリーソーリー、ちなみにどこで柔道やってんの、いいですか、うん、神奈川の方で、神奈川の方、高校生、大学生、大学生、東海大、あ、違う、東院、東院、おお、内藤さんが今登録者を2人増やしました、うん、嬉しいですねこういう嬉しいですよね、こういう一般人が面白いですね、はい、あの隣とかいいじゃないですか、あの、あのコークさん切れますか、ああそうかそうか、いや高橋さんのためにやったんやって言えばいいですか、そうですね、高橋さんのためにやったんや、 YouTuber 見てないですよ、ああこれ見られてたら赤いやつだよ投げれーって赤いやろってそうなりますよね、はい、いや多分見てないと思いますよ、あ、見てないですね、佐々木さんと一緒でしょうね、多分一緒だから見てないですよ、はい、これ見られて家帰って怒られたら変なこと言ってなかった誰かもうナンパしてますかここに行ったらそれをここまで言われたんですよ、やばいんかい、ね、変な店行ったりしてたんですよ、え、僕行ってませんっつって、まあ、あの女の子の店はまずいっすね、そうですね、でこういうところだったらね、別にまあまあまあ居酒屋なので、ね、まあ、YouTuber 的には思うんですけどね、そうっすよね、この間、まあ、乗っ払って、いや、この間僕バーに行ったんですよ、はいはいはい、自分で後輩がいて、はい、ここ飲んで、はい、バーに行きませんかっつって、はいはいはい、それがまたボクサーで、はいはい、ヘビー級ボクサーなんですよ、で練習とかしてたので、はいはいはい、で行きましょうって感じで、おー、わかったって感じで行って、はい、僕はキャバクラ行ってないんですよ、あー、バーに行って女の子を滑った動画を流したら、はい、超切り出して、あー、で俺はキャバクラ行ってないよって、なるほど、キャバクラだったらプロだから許せっけど、そういうバーの女っていうのは、はい、素人だから許せねえんだよって感じで、すいませんでしたって申し訳ないですコークさん申し訳ないですって、愛されてますね、いや、マジですか、愛されてますね内藤さん、いや僕だからきついです本当に、いや、あ、ディーゼルあるんですね、そうディーゼルあるんですよ、おお、はいはいはい、僕もディーゼル来たりとかしたら、ああ、いやー、まさか、あんだけ切られるとは本当思ってなかったですねなるほど、こっち行くとね、なんかね、ハイブランドのお店とかしかないんですよ、ああ、はいはい、はい、どうしますかね、あれ、何ですか、まあ、時間ですか、いやいや、人数が足りません、もっと増えてくださいお願いします。反対にも皆さんどう思います？キャバクラとか行かないんだけど、うん、バーだよ。バーで怒られて、切られて、それって俺悪いのかなと思っちゃって。いや別に俺は 100% 死んでも浮気はしない。うん、これは絶対自分は。好きな女ができたらって、うん、それはもう自分で決めてることだし、うん、ただ後輩が、はい、店がなくなったから何時何時でこの店がありますからって、うんうん、それは前飲んでたから、うん、じゃあこの店行きませんかって感じで、あ、もう何も意味わかんなくて、俺は、ああ、分かったって言ってその動画を見てるんですよね、見ますよそれ、いや僕はびっくりですよ、はい、えって高橋さん、ナンパしろって高橋さん、ナンパしますよ高橋さん、ナンパしろって、ナンパしない、ナンパ、ナンパじゃないんだよ、出会いなんだよ
いや俺はしだからじゃナンパなら大丈夫だから、いやダメでしょ、俺は殺されるマジで、うん、やばいっすね、うん、本当にやばいっすね、まあ、これから毎日のように、うん、ミッと持ったとするから、うん、結構のマジのパンチ力なんですよ、ままね、相当パンチ力強いらしいんで結構そうですね、はい、いやまあ多分見てないでしょいやこれで見られてたらギャグそれ、いやチクリ入りますよ多分コメントで、お前入れんなよてめえらチクリ入れんだよ頼むぞお前らチクリ入れんなよお前それ言ったから楽しく高橋さんと二人で渋谷の街を楽しんで歩いてんの、それでチクリ入れたら赤いやつだねですよね、赤いやつですよね、赤いやつです、はいはい、俺これある意味プライベートだぜ今、プライベートですからね、はい、はい、ナンパしたらココちゃんに通報やって書いてあります大丈夫です、ナンパするのは僕ですから、はい、うん、ナンパをして引っかからない、引っかからない俺にありえねえなそういう感じで候補に言ったら、はい、私は舐めてんのっていや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 舐めてませんって、すいませんって、本当に舐めてるのって感じで候補ですよね、マジっすか、いやナンパじゃなくて俺あれやって本気やでって言ったら、うん、いきなりパンチ食らって逆やねんマジで、赤いやつでしょ、私あら、100人いってくださいよ、もうちょいっすよ、うん、あと12人見てくださいよ、さっきね、邪魔が入ったんですよ、なんか、ああ、いや、僕、キャバクラ辞めたんですよ、本当に言ってないですよ、あ、言ってないんですか、言ってないです、言ってないです、へえ、ん一回しなきゃいったかもしれないですね、それを候補者にバレて、あ、バレたんですね、超思ってましたね、あー、なるほど、七変化動画はまあ1週間、2週間後ぐらいだと思ってください、いや、これはアウトロ YouTuber の中で、まあ、革命ですね、革命ですね、本当にまあ何かやりたい芸だったので、うん、その時にまあ人それぞれ得意分野があるので、うん、まあ、自分はそのお笑いの方って感じがした時に、うん、あ、でも今日、まあ、まあ不安がありましたけど、うん、今日のもう本当に行く寸前まで不安でどういうギャグやろうかなと思って、いや考えてって感じで、大丈夫です、やらせてもらいましたね、大丈夫です、はい、楽しかったです、内藤さんはやっぱりヒョードロだったやはり皇帝だったっていうね、いやーすごかったですよ、はい、半端じゃないです、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとまた引き返しますか、あ、そうですね、はい、まあ本当にそれを見てほしいですよね、見てほしいですね、1週間、2週間後、はい、これは楽しみにしてください、はい、いい動画ができますので、できました、そうです、あのね、最後にあの一騎打ちやったんですけど、お互い喋って笑ったら負けっていうやつですね、すごかったです内藤さんのカウンターがちょっと詳細は言えないんですけど、 あのね、動画見てください、めっちゃウケますから、はい、もうあれ笑うななんてもうね、罰ゲームですよ本当ありがとうございます、やばいっす、普通の会話してる時にあれを やったからまた受けるんじゃないですかね。それはまあ皆さん撮影を見てください。うん、撮影動画を見てください。面白いですけど、はい、見えますので。はい。はい、こんな通りがあるんですね。そうなんですよ。渋谷に。そうなんですよ。すごいですね。で、ゴールデン街みたいな狭いところもあるし。はい。すごいですね。初めて聞きましたね、うん、あ、うさんこなんかこれ
北海道じゃないですか。そうそうそう、北海道のラーメンですよね。北海道の、そうですね、中学校で食ってましたね。濃厚味噌カレーラーメン。あ、はい、やっぱり味噌が有名とかあったりとか、うん、カレーですね、うん、はあはあ、ですねですね。うわ美味しそうだな。イエーイ、ハロー、ハロー、山本。いやこれですね、映った映った映ってない、これはもう必ず、もうこれいけるいける感じの感じですけどね。内藤さんにはね、高校さんがいるんでね、いけないんですよ。残念でした。まあ多分見てないですよ。見てないですか。ああさあ言いますもん、これ YouTuber やって、はい、でもなんかこの滑り歩いても、うん、声をかけてこないですね。あ、結構声かけられるタイプなんですよ。どうですか、それ駅、どこの駅に。でもね、さっきね、気づいてる人いましたよ、僕たち。あ、いました、うん、まあ、喋ってこんない、また勇気かもしれないですね。そうそうそう、カップルだったんで、多分話しかけてこなかったんです。うん、こういう動画でも候補さんみたいなの来んのかな。来ないですよね。これはさすがに、これはこれぐらいは、これぐらいは来ないですよね。これぐらいは、うん、それは来ないんじゃないですかね。結構言われたんですね、え、女の店行ってるとかに結構言われるんですよ。お店はまずいっすけど、行ってないよって言ったんだけど、うん、もうバレバレだよって。何やねんって。俺なんか何もしてないわって言って、好きやっつって怒ってました。いや困りますね、本当に。いやー、今 YouTuber 撮影、今 YouTuber。 はい、あ、今の会話多分見られたら怒る感じですね。いいこれは。だから、まあキャバクラ行っても来ないですよ。あ、そうなんですか。はい、プロだから。プロだから。ああ、素人相手にしたら本気なんですよ。ああ、なるほど。まあその考えには僕もまだ女子の関係が分かりませんけどね。まあね、女性と男性は違う生き物ですから。はい、はい、僕は死んでも浮気はしません。はい、最高です。高校さんだけです、本当に。ねえ、高校さんラブですから、内藤さんは。素晴らしい。いや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 。あれはもう誰？話しかけないです。怖がっちゃいますよ。皆さんコメントくださいよ。コメント結構来てますよ。あ、来てます。あ、ありがとうございます。そろそろモノマネどうですか。モノマネやりますか。はい、やってください。内藤さんのモノマネです。ねえ、この野郎。やめたんか、ほら。これ、北野武さんですね、今のは。北野武さんですね。駒根市からの、北野武さんが、今、内藤さんがやりました。まあ、楽しんでくれる人がいれば、嬉しいですけど。あ、内藤、あ、拍手が起きてますよ、内藤さん。お、ありがとうございます。さすが、さすが笑いの王。
豊かちゃん松山千春うまいよと聞いてます。それあの歌があるじゃないですか、はいはいはい、長渕の歌もあると言ってはいはいはい、松山千春歌で好きやつなので、はい、ギャグで歌ったら受けたんですよ、はい、あそうなんですね、まあ、内藤さん の, あの世界に一つだけの花聞いたなんですけど、はい、あれなかなかすごかったですね。あれすごかったです。あれは中井の真似です。中井の本当真似して、あれはすごかった。はい。はい。豊ちゃんに質問良いですか。前から聞きたいことあるので、はい、何でしょう。大藤さんが真面目な顔して待ってる。いや待ってけど。お。ホタル、ちゃんと行ってこい。ホタル、なんやねん。田中邦衛ですね。ああ、田中邦衛。今亡くなったんですけどね。はい、亡くなっちゃった、はい、田中邦衛さん。はい。はい、今好きな俳優さんですか。俳優だったの僕が。ああ、なるほど。ああ、なんか、まさかやっぱチャリうまいよって。そうそうそう。まあ、そういうのも、高橋さんとかの、まあ、歌も言ってたじゃないですか。そう、大丈夫。乾杯の歌とか。そう、乾杯の歌ちょっと やりましょうよ。全然僕、喜んで。はいはい、まあ、そこで僕、バタチャリ歌ったりとかして。ギャグで。あと、頭が、好きだから。はい。マサラシャレっぽいだろ。お前ら。よしやお前。はいはいはい。そういう感じやるぞ、本当に。はいはいはい。好きって言った方がいいですか。いや、これをギャグでやると、結構動いてくるんですよ。マジですか。やるじゃないですか。はい、結構頑張りにくいっす。今頑張りとか俺そんな意味でやってないんだけど多いだから。いやすごいな内藤さん。いや内藤豊のパワーはすごい。やりたいですよね本当。歌はやりたいですね。歌やりたいですね、うん、本当に、はい、歌は修徳校のやつらが作ったっていう KGB って修徳高校のやつらが作ったって本当なんですか。ネットではそう書いてあるのでよろしくお願いします。その件に対しては自分の方からは喋れないです。あちょっとね NG です。 NG ワードです。はい、お願いします。結構これ喋れない言葉とか言ってくるコメント多いんですよ、うん、マニアックなんですね。僕も言っちゃいけない言っていいとかをしながら YouTube やってるのね、うん、こう来るときに、これ来たってかとか、いろんなことがあるんですよ、うん、なるほど。お前、100人来るまでやめねえぞ、この野郎。あと16人や、頑張れ世間のリスナー。はーい。いや、そうですか。でも、すげえのレスラーが。いや、どうよ。減るとこじゃない、今。朝倉兄弟に一言。まあ、日本を代表した格闘家になったんですね。うん、あれは。だから、うちらができなかったことなので、それは、今の時代、昔の時代、関係ないので。朝から、まあ、ビクル君には、海君もね。そうですね、海君も。はいはい、まあ、日本を代表する。そうですね。世界に打ち出てほしいですね。そうですね。はい、なんかですね。なんか世界を焦らなくても、日本でも戦ってもいいんじゃないかなと思います、ね。海君はなんかやっぱ海外行きたいみたいですよ。なんかありましたね。うん、今回だから優勝して、年末優勝して海外も視野に入れてるんじゃないですかね。僕も名前言えないですけど、はい、ドリームチャンピオンになった人間が、はいはいはい、海外でやっぱりあんまり出せなかったんですよ。あそういうのを考えるときに日本で戦ってもいいんじゃないかなって僕は思ったんですよね。やっぱ
何も分かんない、その時差がって言ってとか、まあ、大体分かるんですけど、行って、最後体重がもう8キロぐらい落ちなくて、もうサウナでも落ちしまって、そうそうそう、下半身に力が出なかった。僕はまあ同級生の友達じゃないですか、それを言ってたのね、その時になんかいろんな考えを持った時に、日本でいいんじゃないかなって僕も思うんですよ。海外行って成功するもありますけど、日本でもいいんじゃないかなと思いますね。はい、ですね。まあ人それぞれ意見があると思うんですけど、はい、成功した人間と、まあ、ちょっとあんまり良くなかった人間を見てる、それは日本で頑張っていいんじゃないかなっていうところを考えてた、本当に、あっちはあっち世界なの、はい、ですよ皆さん、分かりましたか、これが豊かイズムです。内藤さん体重今何キロですか？58とか58だそうです。えぐらいじゃないですか、9はないと思います。60ないです。60ないですね、格闘技やった時はプロテイン肉しか食えなかった、はいはい、ちょっとでかかったですか、やっぱ65は普段体重 で試合は52、結構絞ったんですね。そうですね、で一番ひどい時は48、肥料公式やってる。48はきついわ、マジで厳しいから、厳しいやね、試合持って叩け叩けって言われて、まあそういう時期もあったんですけど、まあ自分もちょっと僕はまあ高橋さんが格闘技やってますよね、はい、現役復帰とかあるんです、まあ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 、僕は、まあ、今普通の生活をしているって感じなんですけど、で、まあ、まあいつか戻るかなって感じで今戻ってます、はい、ストロー級ですね、はい、内藤さんはねあれですからね、やっぱ格闘技専念したら強いんですけど、内藤さんはアルチューバーなんでお酒はやめないです、はい、アルチューバーはアルチューバーからお酒とたらもうダメです、はい、いやーいやーでも面白いですよ ね面白いですね、今本当に、これは本当に新高いですか、新高いこれスクランブル交差点ですよ、内藤さん。今スクランブル交差点いますよ。今ね、センター街をぐるっと回って、はい、で、あそこが八甲前ですね。あ、八甲前ですか。はい。八甲前、十代の時になんか、クラブでナンパした女と、はい。行ったら千葉じゃないですか。はい。あんま分かんないじゃないですか。はい。八甲前に待ち合わせとかしましょう。八甲前はもうベタですよ。ですよね。恥ずかしいですから。大体八甲前ですよ、やっぱり。マジバレバレやん。ねえ。あ、なんかコメント来たら今、会社ですね。内藤さんはね、はい、俺が内藤豊だって吠えてくださいって。それはね、ちょっと違う人がやるんで、違う方がやる。恥ずかしいよね。それは、すっげえ人数いたよ。そこにやっちゃうまずいでしょ。結構ね、今。でもね、これ少ない方ですよ、今日。少ないですか？これで少ない方です。もっと多いんですよ。あ、本当ですか？うん。やっぱみんな出るのは、帰るのが早くなりましたね。あ、やっぱ、まあ、これで考えてですね、コロナのこと。明日日曜日ですもんね。明日日曜日ですか。明日日曜日です。ああ、あれ今日が日曜日じゃないですか。あ、そうだ、今日日曜日だ。ですよね。あ、そうだ、今日日曜日。月曜日が本当は K さんで僕。あ、そうだ、すみません。やったんです。そう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 。今日日曜日だ、すみません。ですね。なんか、あ、だから
22号の直撃。あ、本当だ。ありますね、今。渋谷のあれ出てますね。はい。200何人の死亡者ですね。はい。いや、ね、人を死ぬって。物騒な事件多いですからね。いいですね。はい。そうですね。大阪でもね、24人放火で亡くなって。そういうの聞いてるのが、面白くないじゃないですか。うん、確かに。僕なんかあれなんですよ。スキーヘッドの方がいいですよ。ナルさんスキーヘッド似合うからね。コメントください。コメント来ないですよ。今みんな時差が聞いてるんですよ。ああ、そう。ああ。今多分書いてると思いますね。二人の町村すごく良いですね。たまにやっていただきたいです。おお、いいっすね。やりましょう。そうですね、やりましょう。これは喜んで。はい。そうやって見てくれるレスラーさんが、うん、喜んでくれることをやりたいです。はい。それで今回やったのは、うん、喧嘩っていうアウトリーユーチューバー、僕はアウトリーユーチューバーなので、うん、そういうのを違った方向性にしたいんです、うん、でそこで高橋さんの話が来て、ちょっと違った方向の笑いをしようと思って、うん、それやったんですよね、うん、でそのなんかいろんなことをなんか少しずつ書いていこうと思って、うん、いきなりは変わんないの、うん、それはで少しずつって感じで変わって、うん、石田さん、僕とか高橋さんと応援してほしいし、それは本当見てほしいし、うん、でも人間っていうのは、うん、いきなりの、うん、全部が変わんないから、うん、でも少しずつ変えていきたい、うん、時代じゃないけど変えていきたいじゃないですか、うん、いろんな考えを、はいはい、でもそれはうちらはレスラーさんがいてのうちらなの、うん、YouTuber、はい、それを本当にうちらのことを応援してほしいと思って、自分たちは本当に今、うん、頑張っていきます、うん、まあ、話が重いです何やねん新規にしゃべってだけやねん、はい、いやうんですね、今いろいろあ、でも応援してくれてます ね、ありがとうですね、ありがとうございます、ありがとうございます、いやいやいや、今回はその本当映像が出たら微妙な感じで変えましたよね、イメージを変えましたね、それは皆さん、まあ1週間後見てほしいです、やばいです、歴史、ね、いや歴史変わりました、変えましたよね、変わりました、ある程度、はい、それはうちらの中で、はい、それが皆さんのレスラーさんがどういう評価をしてくれるか、うん、してくれないかって感じなので、はい、はい、3000回も喋ってないですよ、フィールさん、はい、3回目です、はい、いやいいですね、やばいですよね、高橋さんも意味が聞こえる、はいはい、餃子ですね、はい、餃子同士、はい、練習した人間しか分かんないですよ、分かんないですね、口ばっかり言って俺は強いんだって言ってるバカだしね、だからアウトの YouTuber やってみるもんね、やるなネアネラテル締め殺しちゃうとこね、やるな打撃でもいいぞお前いやそうじゃないですか、実際にまあ、あのハッタリと本当は違うじゃないですか、まあ、そうですね、これがもうアカシなので、うん、やった人間しか分かんないし、まあそうですね、俺が弱いと思うんだったらやってみろね、まあ、まあまあいろんな人間もいますけど、ハッタリのバカ野郎が、はい、いやいるじゃないですか実際にまあ、言ってこいよ、はい、俺やるな、
ね。まあ電話しゃべったから今回いいけど、ああちょっと気をつけろな、本当にな。YouTuber でお前終わってっけど、 YouTuber でお前終わんなくなったてめえな、事件になることだな。そんなことしたくねえんだよ。それ分かってんだろお前。いろんな人間じゃないですか、そういう、まあ、アウトユーチューバーがありますね。そんなことしたくないじゃないですか、分かってほしいじゃないですか。ルールはちょっとある程度、そうですね、ルールは守りましょう、ね、ちょっと動いたらこれあれなんですよ、走ったりとかして、うん、たまにこうやって今何しましたとかやってるじゃないですか、はい、足かくじゃないですか、はい、内藤さん、はい、頭からシルク出てますとか言われるんですよ。それやめてくんないかな、マジで。あのシルじゃなくて汗汁じゃないよ、汗。いや、卑猥だ。これ、ま、マジなんですよ。卑猥だ。あの、なんか、これ、光って、汗が出、汗が出たかすると。え、でもさ、汁が出てますよ、頭からとか言って。あの、我慢人生ですしね。勘弁してくれよ、それは。マジで。はい。ね、勘弁してほしいですね。でも、なんか、今日は本当高橋さんとこだって、僕本当楽しかったし、何か変わったなっていう気持ちがあります。それは、ね、それは動画ですよね。内藤さん吹っ切れましたね。吹っ切りましたね。プライドを捨てないとできない、あれはすごい、あれはすごかった。今日の内藤裕太はマジすごかった。ヒョードルだったマジで、いやー体かけてやったし、どういう笑いをその映像やろうと思ったんですよね。でいろんなことを考えてて、本当に今日来る、まあ先輩と待ち合わせして、島に来るまで4時半に待ち合わせしてってなって、まああるから3時まで行った時に、いろんな緊張感で本当にやったので、緊張ないように見えるんですけど、かなり緊張して、いやどうやったらウケるんだろうと思って、一生懸命頑張りましたので、それはなんか1時間2時間後の映像を見てほしいです。映像を見てほしいですね。映像を見てほしいですね。今度は熱湯風呂対決してくださいって聞きます。面白いかもしれないね。熱湯風呂対決。熱湯風呂、熱いお湯に入るやつ。俺苦手なんですよ、熱湯風呂。いや、僕も苦手です。あ、面白いですね。何秒我慢できるか。爆笑できます、爆笑されますよ。でもウケるんですよこれ。何ですか、絵的には面白いですよ。マジですか。熱湯風呂きついんですよ。いや、自分もダメですね。熱いお風呂入れないんですよ。サウナ行くんですけど、熱湯風呂もダメですよ。豊ちゃん、次は熱々おでん頭に乗ってください。頭に、あ、これもギャグですね。高橋さん、これ頭にギャグ、ギャグおでん、もうそれギャグやで。これギャグやで、ギャグやで、赤いやつやで、赤いやつやで。これ受けますね。受けます。それもやりますか。それ今度の対決の時やってください。やりますか。爆笑さ、それこれおでんやったら結構ギャグじゃないですか。結構ギャグです。スケートギャグです。いやー面白いですね。面白いですね。そういうなんかネタ欲しいですね。そうすると、あ、次は何やろうとか、いろんな発想が出るから、自分たちの発想だけで終わんないですよ。いろんな人の言葉の発想で楽しいことやろうって。自分もリスナーさんの、ネタでやったんですよ。受けた、
考えてもらったんですよ、リスナーさん。ああ、はい、助かったんですよ、すごい。まあ、だからちょっとやっぱりリスナーさんの言葉は助かりますよね。うん、ああ、だからやっぱこれからどこ行っても助かりますよ。これからどこ行くの？それから友達のイエコンチ行く。まあでもね、今日はこれだぞ。クリーとか言われるとか、そこでいろんなクリーとかいろいろネタを、スクレームネタを見たりして、あ、なるほど、こういうギャグやろうって感じで、急にそれやるんですよ。あれはやばいっす。あれは本家超えてますよ。俺だってライブで内藤さんがやってるの見て爆笑しましたもん。ライブ中にこう見せて、みんなはお腹痛いからやめてくださいっつってみんな受けましたよ。いやー、しかし内藤さん、今日は本当に最高でしたね。はい、まあこれがまあ第一歩で、またいろんなことやりたいですね。やりましょう。はい、はい、また勝負しましょう。しましょう。はい、いやー、それでは皆さん、ね、そろそろ内藤さんが、あ、バブジョーさん、このね、彼女がちょっと病気で入院してて、今すごい手術して復活したんですよ。でちょっとなんかリハビリ頑張ってくださいって、内藤さんからちょっと、あ、本当ですね、はい、言ってあげてください。バブちゃん、内藤さんも応援してますんで頑張ってくださいね。本当にこれは今の経験で自分の心が折れたら負けなので、それは本当に絶対な気持ちで、リハビリを頑張って、はい、やっていいと思うんですよ。はい、バブさん頑張ってください。はい、ここで言いますか。はい、コンクさん中に帰るよ。これ見てたら怒ってんだろうな。多分見てないと思いますよ。見てないですよね、タイミング的に。はい、まあでもチクリが入りそうですね。行きそうですね。チクリは行きそう、コメントで。はい、じゃあ皆さん、ちょっとね、内藤さんを、送って帰りますんで、はい、はい、後ほど、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあお疲れ様でした。はい、ラブ&ピースのピースです。えーす、えーす。